フェニカの曲を最後にセッションしてみたいから、とてもこの3人に共通した空気で、そしてこの今日の雰囲気にとても合った感じでやれると思います。最後に音空間をお楽しみ、じゃあフェニカのイメージという曲をやってお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。そして、菊池さん。